かなめじゅん、最近分けるのがめんどくさくてプロテインをもうコーヒーに入れちゃってます。最近っていうか今日から。SDGs に貢献しています。ちっ鳥恋だ。このまま落ちたら俺バズんねやろうけどな。白い鯉、いいことあるかな。なんかこのまま俺バシャー言ったらバズんやろうけどバズなんかこんなんで。今から私散歩してくるあなたの心。満月やん。ちょっと長めに歩いてみよっか。食べたら歩かんとな、リハビリ中は。もう歩いてる足音とか聞こえへんやろね、範囲指定してて。あ、影がいい感じやわ。これ幽霊とか出てきたら結構バズるでしょ。おい幽霊出てこい後ろ後ろ、健太くん後ろ。え、何がサッカーボールや野球ボールのような隣接建物に被害を与える可能性のあるボールの使用を禁止します。プロやぞ。そんなあっちこっち蹴ると思ってんのか。プロやぞ。ライトないと見えへんかな。ここ止まれの標識あるんですよ。2秒止まりました。ちょっと怖いなこのひまわり。このえこっちのひまわりこれ。あ、その俺を取る立派な電柱。ひまわりね。もう立派な電柱。ひまわりね。もう親父狩りのリストには載ってるっしょ俺。そろそろ29じゃないの、31ぐらいからちゃう。もう親父狩りリストに載んの。そこそこ給料も上がってきてるからで、力もちょっと弱ってきてるからだよね。映えポイント、西会津の映えポイント。あ、西会津言うてもらった涼しいね。嬉しいわ。俺やっぱ昼間より夜の方が喋れるかも。恥ずかしくない。覆面レスラーの気分よ。あ、なんかありますねここに。なんでしょうかこれは。あー、あ、蹴っ飛ばし小僧、蹴っ飛ばし小僧。星原もっともっと。あれは一体何なのだろうか。西会津の郊外にそびえ立つ一本の木、一体あれは何なんだのだろうか。
西会津言うてもだまだ西会津に住んでます。2時間ある、2時間は嘘、50分ぐらい歩いてきました。だいぶ燃えました。2時間ある、2時間は嘘、30分、50分ぐらい